丸ごと府中キャスターの山崎彩です。今回は昨年の全日本合唱コンクール全国大会で見事金賞に輝いた府中第四中学校合唱部の活動をご紹介します。どうぞ最後までごゆっくりご覧ください。三好町2丁目にある府中市立府中第四中学校。自ら学び、深く考え、より良い判断をし、積極的に行動する人などの教育目標を掲げ、現在636人の生徒が通学しています。部活動も活発に行われていて、現在運動部が10部、文化部が4部活動していますが、その一つが今回ご紹介する合唱部です。昨年の全日本合唱コンクール全国大会をはじめ、 NHK 全国学校音楽コンクール全国大会金賞、 TBS 子ども音楽コンクール全国大会文部科学大臣賞を受賞するなど、輝かしい実績を残しています。この日は顧問の横田先生の指導のもと、合唱部の定期公演に向けて各パートに分かれて熱心な練習に取り組んでいます。ソプラノのパートリーダーのお二人にお話を伺います。よろしくお願いいたします。この四中の合唱部の魅力ってどんなところにあるんでしょうか。うちの部活結構部員数が多くて、まあ、その分だいぶ個性が豊かで、すごい優しい子もいれば、いざという時に勇気を出してくれるような子もいるし、いろんな人たちがいて毎日すごい楽しいっていうのと、あと今コーチ方が OG のコーチの人たちが結構いらっしゃってくれるんですけど、なんかそこも結構四中ならではの魅力じゃないかなと思っています。ソプラノっていうとメインどころというところになるとは思うんですけれども、メインっていうのはもう一番目立つし、どうしようって悩む時とかもあるんですけど、先生の方 OG OB の方 の指導とかもあって、大変な練習でも頑張ってやっています。はい、32小節目のなんだっけこれ、とても上手いです。上手いよ、上手。体験入部の初日に合唱部に来て、それで先輩たちの歌声に圧倒されたのと、そのまだ入るかも決めてない私のためにすんごい喜んでくれた先輩が一人いて、その先輩みたいになんか一人一人のことを大切にできる先輩になりたいなっていう、その先輩に憧れて入りました。今回金賞受賞ということですけれども、受賞してみてどうですか。去年はその3年生と2年生がいて、上手い人たちに囲まれて、なんか歌ってたら金賞取れちゃったなっていう気持ちがちょっとあって、でも今年はでも後輩がたくさん入ってきて、もうこれはもう私もちょっと実力をちゃんと出さないとっていう気持ちになって、もういろいろ気持ちが大変でしたけど、でもすごい楽しかったです。四中合唱部の魅力ってどんなところですかね。混成ですね。やっぱり他の学校って有名なところで言うと、やっぱ女子校が多くて、四中は男子が結構多いってとこがやっぱり魅力ですね。いい感じにハモってまあこの学校の合唱部ということで普通にもう強いので入ってみたら楽しそうだなと思って入部しました。入部してみていかがでしたか。すっごい楽しいです。仮入部とかもちろん楽しかったんですけど、それ以上に先生が強烈で感情が全てこの顔に出てきてる。
もうその式にもうこっちが飲まれてっちゃうんじゃないかなっていうぐらいにのめり込めるようにめちゃめちゃかっこいい式してます。横田先生のこう練習方法ってどんな感じなんですかね。闇練、暗闇の中で練習するっていう方法が渡り廊下の電気を全部落として6時とかなんで周りも暗いんで音だけの集中するトレーニング。独特ですね。はい、強烈です。強烈です。全国1位とか狙える学校ってすごいなんか厳しそうな予感があるじゃないですか。けど真面目なんですけど、真面目は大前提にあってその上でもう全員が楽しんでるんで、まあ、この部活にいてつまんねえとかあんまないです。熱気のこもった練習に取り組んでいる部員たちをまとめているのは2年生の部長板垣修吾さんです。出してください、はい、この度は金賞受賞おめでとうございます。ありがとうございます。受賞しての感想をお願いできますか。賞も大事ですけど、こうみんなでこう音楽を楽しむっていうことをこう一番に考えてやってきたので、まあ、でもそれでそういう金賞っていう賞をいただけてすごい嬉しいです。普段具体的に何か取り組んでることっていうのはありますか。とにかくテンション高くやろうというふうにやってます。じゃあもう部長自らお声掛けをしたりするわけですか。はい、そうなんです。顧問の横田先生とともに部員たちを指導しているのは合唱部の OB、OG の皆さん。卒業後も後輩たちの面倒を見てくれているんですね。今大学生ということなんですけど、はい、どちらでも大学は、音大に通ってて、はい、今声楽を専門的に学んでいます。この卒業後もこの合唱部をサポートしている理由って何かあるんでしょうか。すごい楽しく歌ってるこの環境がまず何より好きで、こう培ってきた知識とかがこうちょっとでもみんなのこう上手くなるための何かのきっかけになれたらすごく嬉しいなと思っているので全力で応援したいと思って今も続けています。顧問の横田先生は部員たちにどんな指導を行っているのでしょうか。音楽の指導というよりかはなんかなんて言うんでしょう、心をつなぐとか自分をさらけ出していいんだよとか、あとお友達をこう認めるっていう、そういうことをすごく引き出すような空気というか、そういう空間作りはとっても気をつけて心がけています。府中四中には代々やっぱ熱心な方がいらっしゃって合唱部はあったんですよ。でも男の子がコーラスをやるっていう感覚はなかったので、男の子の部員を増やしたり、パートを別々に練習する会場が必要なんですけども、ないので、この扉をもう取っ払って廊下の部分を部屋のように空間にしたりとか、いろいろあちこち改造してます。昨年合唱コンクール金賞ということですけれども、おめでとうございます。ありがとうございます。実際受賞してみていかがでしょうか。一番頑張った子たちはもうこの現役のこの舞台に上がった子たちなんですけども、代々卒業していった子たちとか、思いが遂げられないでその財産をここに残していって出てった子たちの思いがもうここに残っているので、そういう意味では本当に嬉しかったです。もう卒業した人たちにすぐ報告しました。みんなの分も一緒に取った賞だよってことで。横田先生の指導のもと楽しみながら実力もつけてきた四中合唱部。この日は定期公演に向けて各パートごとに練習を始めたばかりの曲春を初めてみんなで歌います。それではここからは合唱コンクール入賞多数の四中合唱部の歌声をじっくりお聞きください。
後輩が入ってきても厳しく接せずにすごい毎日楽しい部活を作れたらなって思ってます。去年取れてた賞とかが取れてなかったりそういうことがあったので、その賞も取ってでさらにもっとこの合唱部自体をうまくしていきたいなって思います。みんなで一致団結して頑張って金賞取れるように頑張っていきたいと思います。やっぱり自己表現ですね。自分の思いとか気持ちを、素直に人に伝える。それが、ありがとうでもいいし感謝でもいいし、助けを求める声でもいいし人を励ます言葉でもいいので、思ってることを人に言える子になってもらいたいんです。そうしたらもう絶対にこの子たちの人生も大丈夫だと思っているので、伝えたい気持ちを歌で出す、お友達に気持ちを伝えるっていう、そうコミュニケーション、自分の気持ちを素直に相手に伝えられるようにそういう人生を歩んでもらいたいです。子供たち中合唱部は毎日歌を楽しんで練習しています。これからも頑張るぞ。せーの、第四中学校の皆さんの合唱素晴らしかったですね。今後の活躍にも期待しております。さてここで番組をご覧の皆様にお伝えいたします。2006年からお届けしてきましたまるごと府中は今回の放送をもって終了させていただくことになりました。取材先の皆さんとても温かく迎え入れてくださり、府中の街がますます大好きになりました。皆様これまでのご視聴誠にありがとうございました。なお4月からはこの番組に代わって一緒に府中という新番組が始まります。まちづくりの主役である府中市民の皆さんの姿や声を通じて町への愛着や市政を身近に感じていただくことを目指す番組です。新番組一緒に府中は毎月1日から10日まで毎日夜8時から放送いたします。引き続きお楽しみください。それでは皆様、またどこかでお会いしましょう。さようなら。